ちょっと前というかいつだろう、結構前に切ったんですけど、なんか短く見えるよね。ありがとう、話しかありがとう。あ、こちらこそありがとう、嬉しい。結構初めましての方が最近はお話し会に来てくれる。腕のバーソがこれですか、転びました。後ろにこうずっこけて、完全にね、転んだらすりむきました。ははな、アリさんだ、アリさんだ、クマさん、あら、ありがとう、クマタワーだ、アリさん元気ですか？なんか大丈夫？心配だったけど嬉しい。なんか今日告知したら、告知嬉しいってツイート見たよ。ありがとうね、来てくれて、クマさんタワーもありがとう。お大事に、ありがとう。ちょっと明日サイン会なの。明日サイン会だし、なんかもうすぐ感謝祭もあるし、なんかもろもろさ、もうすぐでちょっとびっくりしてるんですけど、こんばんは。リビスタ行きます、ありがとう。リビスタね、リビスタ社なんだよね。もうなんかさ、いろいろとさ、なんかもう、なんかいろんなことが早すぎて追いつけないんですよ、私は。そう、なんかカラオケのリクエストがあるみたいなね。どうしましょう。私ずっとカラオケ何歌おうしか考えてなくて、今日渋谷のツタヤにパネル見に行ったよ。あ、本当に？ボクちんも行ったよ今日。今日行ったよ。サイン会よろしく、ありがとう、かわいい、嬉しい、ホタル、ありがとう、前髪あり、ありがとうね。ちょっとなんか伸びてきたんだよね、リクエスト無限。なんかさ、なんか本当に私が知ってそうなやつにして、お願いだから。知ってそうなやつにして、でもなんか割とジョイの、ジョイのいつものカラオケの様子をお届けできたらなって思うけど、どうなんだろう、実際どうやるか分かんないんだよね。遭遇してみたい、ぜひ会おうね。なんかね、割と結構ファンの方に会うこと多いんですよ、私。メンバー指定できない、あ、そうなの。でもさ、大体さ、これ私への指定じゃねえみたいなことはなんか分かったりもするんだけど。だけレノンが平成アニメソングについて、レノンはアニメについて詳しいからね。福岡行けるの嬉しい、台湾でも行けるし、ツアーでも行けるますよ、ありがとう。ナッチュくんもありがとう。夜ご飯ね、3時ぐらいにね、アリスと、なんかアリスと一緒にいたんだけど、さっきまで。なんかもう最近コンサート終わってから食べ過ぎて、毎日ね食べてるので、その食べる、なんかお仕事終わりとか、すごいいろんな関係者様とご飯とかもその、まあったので、
食べ過ぎなんですよ毎日。毎日食べ過ぎて本当にやばいの。だからちょっとあのアリスと3時ぐらいに食べてもう食べるのやめようってなって食べてない。 K-POP 大好きだよ。リミスタ可愛く、リミスタ待ってるね。待機、あ、待機待ってるね。感謝祭洋服私服だけどか、え、迷ってる。なんかカラオケじゃん、カラオケの私服だからさ、そんななんかめっちゃ決めてもかなと思って、もうジャージジャージで行こうかなジャージで行こうかなみたいな感じあるけど、どう？たっちゃんくんもありがとう、ありがとね。オーベルジーヌはね朝ごはんでした今日。リミスタありがとう。イグザルとネリアジョイにハマって最近リコちゃん大好きになりました、嬉しい。シキありがとね。イグザルトでハマって、イグザルトでネリアジョイ嬉しいわ。かっこいい系が好きなのかな。ありがとう、ライブも来てね食事量減った、え、食べて、私食べ過ぎなの本当にやばいの。いや、運動会がさ動きやすい格好ってことはさ、カラオケも動きやすい格好じゃいいんじゃないかなって思ってるんだけど運動会自信あるよ。まあ何やるか全部そのお話はもうあった聞いたので、初めて来ました、ありがとう。なおちゃんもうジャージでさカラオケガチになった方がいいんじゃないかって思ってきてるんだけど、どうかな。コンビニはね、T シャツで行きますよ。チキー、ありがとう、クマ。イグザルト、私も毎日聞いてる。イグザルトのイントロが好きすぎて、ずっと聞いてる。運動会もカラオケも行くよ、ありがとう。チキンバーガー食べた。いいな、マック食べたい。なんか私、本当に3時とか4時ぐらいに夜ご飯を食べて、なんか夜食べないとこうみたいな感じでいるとなんかね11時ぐらいにお腹が空いて食べちゃう意味ない、本当に本当に一番意味ないことしちゃうんだよね。お腹空いちゃうの、結局我慢してるとお腹空いちゃう。ドンキはジャージでいける、いけるよ。え、なんか結構前から言ってた、 T シャツになんかサンダルみたいな、なんかこうスポッて開けるタイプのサンダル履いて短パンでメガネでよく行ってました。今日も姉さん可愛すぎ、ありがとう。リミスサイン会まだできる、できる、待っているね。明日だけど、もう明日なんですけど。同じ埼玉県出身、よろしくお願いします。埼玉のどこなんだろう、そんなこと言ったら私が個人情報個人情報なんですけど、イグザルトの生写真美女すぎて、イグザルト、ああ前髪あるんだよね。イグザルトの前髪がなんか MV ではないのに生写真ではあるんだけど、パネル展の写真では前髪がなくて不思議だよね、もういつ撮ったのっていうことが丸わかり。あの生写真は絶対ミコノエジョイコに撮ってんだろうなっていう感じじゃない。ヤガミノリさん、クマありがとう、ありがとう。初リミスよろしく、よろしくお願いします。ミコノエジョイでリスもらってがリコちゃん気になってる、嬉しい。リンカありがとう、初めて行こうか迷ってます、ぜひ来てください、おにぎり越谷だよ、わかる、わかりますよ、埼玉県出身なんだから越谷わかります。レイクタウンですか。そうそうそう、封入のさ、そう CD の封入も前髪ないのね。
だから今日パネル店行ってさ、前髪なくてさ、え誰ってなった。デビューおめでとう、ありがとう。あ、弟子だ、ありがとうね。ファーストコンサート最高でした、嬉しい。梅ちゃん先生、梅ちゃん先生見てたよ見てたよ、梅ちゃん先生、朝ドラね。リコちゃん可愛すぎだ、ありがとう。なべさん、明日の服装の予定、え、明日の服装の予定まだ決めてなくてやばいんだよね、ちょっと迷ってる、ちょっと迷ってる。富士見の市わかるよ、こんばんは、こんばんは、毎日聞いてる、優しいね、ありがとうね。でもね、エグザルトはね、イントロのちょ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 、ここが好きなんかわかるかな、なんかちょ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 が好き。なんか一回こうおって弾く瞬間がなんか一瞬で時が止まるの、あ音もなくなるんだけど、なんか時が止まるのね、あそこ、あっトゥーンツツルツッツンってなる。時止まる曲好きなんだよね、結構途中で。すいません、今の聞きました、すいません、すいません、申し訳ない。パラちゃん、クマありがとう。思ってない感じのすいません最悪そう、なんかくしゃりしたら髪の毛おかしくなっちゃった。エグザルトのメイキングのリコちゃん買いすぎ、え、見てない、見たい見たい、早く見るね。踊れんの、なんでどこで覚えたの、あ、そっか、 MV に乗ってるか、え、だよね、エグザルトのダンス動画、確かに、え、なんか言っとこうか、ダンス動画とか出すのどうですか。そう、カメラマンさん、ローラースケートすごかったから、すいませんね、くしゃみしちゃって。エグザルトの振り付けめっちゃ難しいんですよね。ファーストライブ楽しかったので、近っぱさい、福岡もリコちゃんに会いに行こうとしろ、俺嬉しい、会いに来て、ね、福岡は今度は私たちが会いに行けるからね。アイドルじゃなさすぎるくしゃみと誤りですよ、ほんとすいませんほんとすいません。まだこんな感じでやっていきますね、これからも。みこありがとう、ありがとう。イグザルト結構前だよ、だって私が前髪ないってことはイコノエジョイより全然前だから。なんかイコノエジョイの前の期間、イコノエジョイのリハ中、イグザルトの制作期間がすごく忙しくて、でもなんか個人的に体力的にみんながもう会うたびにもやばいみたいな、立てないみたいな感じになってたのはコンサートの1週間前ぐらいとかなんだけど、そうだね、このイジョイの前のエグザルト作ってる期間も結構スケジュールがこう詰め詰めで、みんなで頑張ろう頑張ろうってなってたね。明日楽しみ、ありがとうありがとう。広島行きたい、すべての県に行きたいわ、47都道府県。沖縄でもライブ、え、行きたい、私沖縄行ったことないの、初沖縄がみんなに会えたら嬉しいね、好きです、だってありがとう、ひろぴ。九州は実はパスポートいります、え、そうなの、
私さ、パスポートさ、中学生の時に取ったからさ、3年間しか作れないのね、中学生って。消えてました、パスポート。作んなきゃやばいです。いつ行ってもおかしくない、いつ海外とかに行ってもおかしくないようにパスポート作っとかなきゃいけないんだけど、一生残んじゃん、この5年間か10年間ぐらいこの顔が残るわけじゃん。ってなると、ちょっとちゃんとした時に撮りたいなと思って。まだパスポートいる予定多分ないと思うから、3年間なんてないみたい単純に5年間経ってる、中学生に作ってから。え、あ、そっか、中3で作って、高1、高2、高3、第1、第2、あ、そっか、私第2の代だからね、びっくり。いや、でも夏すごい楽しくて、初めまして。夏がもう終わっちゃうんですけど、でもまあ大丈夫、明日とか33度あるっぽいですよ。33度ってことはまだ夏でしょう。月曜日から大学生活始まり、緊張すぎる、無理。一緒に頑張ろうよ。寝ます。あ、ありがとねリミスタよろしくね、一番最後の部だから。四国行ったことないですよ、行きたいです。京都は一回行ったことあるよ、中学校5年でした、ごめんなさい。ピンク、パスポートパスポートだからやばいんだよ、5年早く作んなきゃ。キャメラマン、ありがとう、クマありがとう。え、鹿児島行きたいね、行ったことないの、鹿児島も。なんか中学の時に作ったパスポートが割となんか漏れてたんですよ。なんかその中学、私の中学生時代にしては漏れてたので、だからなんかその時前髪なかったんだけど、なんかもう証明写真、なんか就活時代の証明写真みたいな感じで、こうなんかこうなんかこう斜めに前髪こうやってやって、なんかもうピッチリ湯沸いてたんだけど、それ漏れてたのね。それでさ、5年後に作って漏れてなかったらさ、悲しいじゃないですかなんか過去の方が可愛いのなんでってなるからね。この後カップラーメン食べてもいい？いいよ、私も食べたくなる。藤沢さん声めっちゃいいですね。え、どこがですか？どこがですか？私だって声ガスガスなので。初サイン嬉しい、ありがとう。横浜来て、こないだ行きましたよこないだ行きましたよ。しきさん受験頑張って、頑張って。受験大変だよね。リコってやって呼んでいいですか？もちろん呼んでください、何とでも呼んでください。やんちゃん、くまありがとうね、ありがとう。あ、ちいちゃんもくまありがとう、ありがとう。証明写真ってさ、笑っちゃダメなの笑いたいんだけど、笑っちゃうんだけど、撮る瞬間。ゆっぴーくんもありがとう、ありがとう。明日のサイン会楽しみ、嬉しい、待っててね。リミスタさんのサイン会ってさ、すごいさ、なんていうの、コメントが読めるから、なんかすごくね、なんかいいよね、幸せだよね。僕の名前覚えてほしいです。もちろん大輝ね、覚えたよ、ありがとう、かわいい。花高さん、ありがとう。トゥイティこんばんは。なんか最近さ、アイミリーダーが私のことをスイーティーにしか見えないって言うんです
なんかツイーティーのモノマネしかしないんです、あいみが。本当に最近ツイーティーに見えるよ、本当にってあいみがよく言ってる。そんなに？ファーストコンで近くに来ててくれた時に色白すぎて色白すぎんって叫びました。え、優しい、ありがとう。でも色白い女の子結構憧れるから、色白くするには頑張ってますね。ゆっぴありがとね。コメントさ、え、そうなんだよね、たまにさ読みたいからさ頑張ってさ、みんなのさなんか消えてしまったコメントをさこう透かそうとか思ったりもしてるんですけど、透けない、全然全然読めないんです。ニコちゃんの唇ほぼトゥイーティーだから、ほぼニアリーコールってことですか。そう、リミスタさんこれで最後です。皆さん、リミスタさんのサイン会は多分おそらく今回参加させていただくのが最後なので、最後になると思います。多分名前覚えて、もちろん。ナベさんありがとう。スタバの新作飲んだ、え、飲みたい飲みたい飲みたい。あれでしょ、お芋でしょ。ちょっとだから食べすぎて食べすぎて我慢してるの。多分最後だよね、これで最後じゃなかったら本当ごめんなさいなんですけど、わかんない。でもデビューまでにこうノイミーさんのカップリングに参加させていただく時がリミスタさんなので、多分デビューまでの期間ってなると今回が最後だったのかなって思ったりもしますね。かわいい、ありがとう。動体視力多分いいんじゃない、いいって言っといてもいいかな。え、多分、ね、来週の運動会のリコと応援するね。でもさ、ミニミニ運動会だから皆さん、あのミニミニですからね、そんなガチじゃないので。電気消したい、なんか画面が黄色い、なんか電気が黄色くて。弟子ありがとう、クマじゃないけどありがとう。え、どうなんだろう、なんかなんとなくそのやる内容とかその流れを知ってるんですよ、一応。当たり前なんですけど一応知ってるんですけど、あのみんなのみんながどういう感じで客席にいらっしゃるのかとか分かんなくて、そう、あのさ会場がさ椅子でしょ、立ってみんなが運動会を、椅子だよね、運動会も一応何やるかはさお楽しみにね、言わないよ。どういう感じなんだろうね。保護者気分え、なんなら私もまあ保護者の世代ではっていう感じなんですけど、え、普通に三輪車やばいよね、三輪車足の回転速くしないと。ソララさんありがとう。かわいい、ありがとう。ゆうやもありがとう。ティーちゃんもくまありがとうね。まあ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 、なんかダメ、なんかみんなの質問読んでると本当に答えてしまいそうだから危ないんだけど、答えませんよ、絶対にネタバレはしないんだから、本当に怖いんだからネタバレだけは。お弁当作っていっていいですか。いいですよ、サンドイッチでよろしく。
家から応援してるね、ありがとう。お家から応援しといてみんな。運動会に向けて練習してたりするの。まあその運動会のその流れのリハとかはあったので、で別にあの競技の練習とか何もしてないですよ競技三輪車の練習とかしてないですけど、8B8B ありがとう、ありがとうね。感謝祭グッズ出る？あれどうなんだろう、公式からなんか出てたりとかしましたか。でさ、みんなさ運動会もあるんだけどさ、今月さ対面があるんですよ。対面もうそろ対面があって私びっくりしちゃって、もうすぐ対面じゃんってなってる。お肉さんありがとうね。収束が来たくないよね、小学校の頃はね。チキもありがとう、かわいい。なにリスナーのありがとう。三輪車やばいよね、できなかったら結構恥ずかしいけど、三輪車で転んだ場合どうするの、めちゃくちゃ恥ずかしいじゃん。もうみんなにマス顔ないじゃんそんなの。いや対面は服装をまあ決め、ちょっとね候補がいろいろあって、まあなんとなく絞ってきているんですけど、受けるって書いてあるんだこのキノコアリさんだ、ありがとう受けるって書いてあったんだよこれ。三輪車でさどうすんの、段差とかにつまずいて一人こけたら。段差とかあんの、まず絶対ないよね。スクショタイム欲しいです、後でやる。あ今やる、いつでもスクショしていいよ、いつでもスクショしていいよ、もう本当にいつでもどうぞ。対面やばいよ。え、てかさ対面で私わかんないけど、全然わかんないけど対面で行きたい。あの前回の対面でさ物販エリア行ったじゃないですか、物販エリアまた行きたくて。いけるのかな、わかんないけど楽しかった。あれみんなのカードをカード決済見ないようにね、こうやって、あ見てないですよとか言ってたけど一人ですごい突っ込んでくれるの、え見たよね、今見てたよねとかすごい突っ込んでくれる方もいて、見てませんよ2個ありがとう、ニコありがとう、虹ありがとう、あ虹たくさんくれてる、ありがとう、ありがとう。大輝もありがとうね。え物販、物販行かせて。なんかさ物販さその何人かに分かれて前行ったじゃん、しかもそのある程度の時間、もうなんかほんと10分ぐらいしか入れなかったから、本当にその時に並んでる方とおしゃべりできたっていう感じなんですけどまあ最初から最後まで私レジにいたいなっていう感じ。ユニプロありがとう、クマありがとう、大輝もありがとうね、たくさん。対面間違えてパシフィコ行きそうだったなそうだ今回違うんだよ、どこだっけ、有明どこだっけ、温泉から帰ってきた、あよかった整ったんじゃないの。リコちゃん
レジアルバイトに、え、私さ、やってみたいんだよね、レジ。やったことなくて、いじったことなくて。ありがとう大輝。ニコの上ちゃいの縁日の時のリコちゃん本当に天使で、その時折れた、嬉しい。前髪切り立てホヤホヤガールね、あの時ね。キャメラマンありがとう。私のこと覚えてくれたら嬉しい。もちろんミコ覚えてよ、ありがとうね。たくさん、なんかさ、画面が黄色いの嫌なんですけど、なんでこんな黄色いの。一旦さ、電気消してみてもいい？あ、黒い。あ、黒。ちょっと待って、お休み前の配信みたいになってるけど、お休み。お休み。暗すぎるだろ、もう暗すぎるだろ、なんだこれ。ちょっと暗すぎ、ちょっと暗いの、あ、待って、間違えた。有明の温泉行った、私も行ったよ、この間。この間っていうか、めっちゃ前。それはめっちゃ嘘。この間っていうか結構前にレノンと行きましたよ、有明。矢上のりさん、大輝ありがとう。なんかバイトしてた時にレジはやってなくて、普通にあのホールで、お待たせしましたって、お待たせしました、何々になります、あ、おかわりされますか、あ、おかわり何になさいますか、ジンジャーエール、あ、セブンアップ、あ、わかりました、コーヒーのおかわりいかがですかとか言ってましたね。すいません、はい、お待たせいたしました、はい、何々と、はい、何々と、はい、かしこまりました、ありがとうございます懐かしいですね。きっと葵は優香と手をつないでます。笑おう、何があってもってやってますね。すいません、暗くて、今日ライトないの。大学での俺くらい、これ心配になるかも。それは大丈夫、優太、私が友達になってあげるゆいありがとう。修学旅行、修学旅行っぽくて楽しくない？先生来る前にさ、ちょっと電気消してたらしまうや、ちょっとトラップしよう、トラップって言って消してね、楽しんでたりしましたね。怒られますからね、こういうことすると。大輝ありがとう、波尾もありがとう、たくさんにじくれんの嬉しい。みこセブンアップセブンアップ、なんかセブンアップカッコつけて言ってたよ、私。セブンアップっていうのをなんかセブンアップセブンナップとか言った恥ずかしい。セブンアップってこう言うと、なんかあれだから、セブンナップみたいなこと言ってましたね。恥ずかしい。あ、コーヒーとか、マジなんか最初バイトの1日目ぐらいで、コーヒーをこうお皿の上にコーヒー、ホットコーヒーがこう乗ってるじゃん。でマジで緊張しちゃって、もうカタ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 。まあでもお優しいね、お客さんだったので、今日初めてなんですみたいなこと言ったら、緊張して大丈夫だよみたいな、ね、お優しいお客さんでしたから良かったですけどコーヒー運ぶのも絶対に落とさないぞって思ったら、なんかもう無理で震えが止まらなくて、そういう時もありましたね。高校生の時にバイトしました。当たり前当たり前なんだけど、高校3年生の1月にオーディション受かってるので、
クレラップみたい、かわいいじゃん。猫ちゃんの放送めっちゃかわいい、ありがとう。あ、っていうか皆さん今日ジョイラジなんですよ。ジョイラジラジオ聞いてくださいね。12時半からあゆみんとアリスと、今日の放送めっちゃおもろいんで絶対絶対聞いて、絶対聞いて。今日の放送マジで、さっきアリスと喋ってて、今日の放送マジ絶対あれ LINE するから絶対聞こうって、お互いでちょっとあのリアルタイムで LINE しながら聞こうみたいなこと話したんですけど、マジで今日の配信、今日のラジオ、なんかあの全部は面白いわけではないけど全部面白いわけじゃないけど、あのなんか割と面白い、序盤面白い。お客さんお優しいんですよ。失敗したエピソード、なんかバイトの時に、私 Uber Eats をあんまり使ったことなくて、 Uber Eats 初めて Uber Eats なんか会っちゃったね。 Uber Eats なんか対面してしまったので、ティロン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 ってなるじゃん。で私そのティロンティロン止めようと思ったら、準備できましたおっしゃって Uber の方来ちゃって、あのでも Uber Eats をやったことない、なんかバイト始まって1週間後ぐらいだったから、ごめん教えてなかったよねっていう優しい先輩がいたので、これ一回押せばいいんだよっていうので解決したんですけど、結構冷や汗でしたね。たけちゃらありがとう、ありがとうくま。いや全部が面白いとか言ってないからね、序盤面白いよねっていうあやめてやめて、みんなが言えば言うほどハードル上がるのでやめてください、そんなに拾わないでください。やがみのりくまありがとうね、嬉しい。みんなくまたくさんありがとう。金高さんありがとう。ペコさんもありがとう。初見です。哲也さんの動画の超孤独ライオンがみんな歌う、おお嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、嬉しいです。本当に哲也さんがたくさんジョイのことを取り上げてくださって、たくさん哲也さんの動画から来ましたっていう方もツイッターにもいらっしゃって嬉しいです、ありがとうございます。これからもぜひジョイの応援をよろしくお願いします。ビヨンクマありがとう、ありがとうね。あなたこそありがとう、たくさん。キャメラマンもクマありがとう。ツイッター青いのコールめちゃくちゃむずくて、でかい声で間違えちゃって、コールどんなんだっけ、フライ範囲だけはみんなでできるのかな、でもね、すいません私が言いすぎてなんかみんなにハードル上げさせたんですけど、やっぱハードル下げていいですか。パソコンで哲也さんとお会いしてないですね、あの客席にいらっしゃったのは見えたんですけど、お会いしてはないですね。結構お友達とかも来てたりとかしてたんですけど会えなくて、フライハイ、フライハイ3回なの、そうだっけ。ティーちゃんありがとう、クマ。なんかきっときっと青いね、フライハイテテテテテテ、フライハイテテ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 、あ2回じゃん、2回ですね。早く行こう、みんなで集まったら大人には見える、行って噂の空へ、その先は見たことない青色、それを見て青春ができたらしい。ここの歌詞好き、なんか2番も僕ら見て友情ができたらしいってあるんだけど、そう青春と友情ができるっていうのがすごく好きなの私。
アルバムね。そうね、みんなが3回って言うから私だけ3回行っちゃったらどうするの、恥ずかしいじゃないの。きっと青いのレコーディングのハモリ過去一むずいです。マジでむずかった。2時間やりました、ハモリ。おやすみ。今何時だろう、今何時だろう、時計がない。おろし屋のも好き、ありがとう。なんか汚い。なんかいろいろ出てるんですけど、なんかでも結んでも短いんだよね、見てこれ。こんな短いことある。音源化されたいね。ありがとう、時間教えてくれて。早く寝てるかな。というかとね、結構ニーニーで笑おう、何があっても仲間だよ、このまま大声叫ぶ、はいはいはい、笑おう、大雨だっていつかは晴れるから、大きな傘差してあげる、時には休憩しよう、だって道は長い、ずっと一緒にいるんだから、お揃いのアクセサリー、お揃いの夢忘れず、僕らが駆け抜ける虹、遠い未来だってそうだ、絶対に青い。ありがとう、時間教えてくれて優しい、ありがとう。ツインテール、あ、ブブ、ミラーボール。僕なんか走ろう、まだ続く虹、転んでも大丈夫、まだ止まらない、走ろう、この青春を、この景色、この色、一生かけて守るよ、はいはい、はいはい、これでいいですか、なんか汚いんですけど、なんか T シャツ相まって、なんかヘビ、なんかヘビメタみたいな感じになってない、なんかチャ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 。え、乗り過ごした、ごめんすぎるかも。それは大輝ありがとう、八神のりさんもありがとう、チキもありがとうね。振り覚えはね、そうだね、割とダンスはいっぱいやってきたから早い方かも。嬉しい、ハチピーありがとう、最高だって、ありがとう、優しいね。ツインテールさ、あんまやんないからさ。え、アリさんもありがとう、可愛いだって、ありがとう。私マジでこの世で一番毛量多いんですよ。この世で一番毛量が多い。でもね、ここを見るとそうでもないんだけど、でもさ、なんか毛量多い方が、まあ、いいかなとはするんだよね。なんか抜けるっちゃ抜けるじゃん。髪の毛って、T シャツのせいでね、ヘビメタ。夜ご飯食べてないんでって。でもお昼に、お昼というか3時ぐらいに、あのネギシ、ネギシで牛タンたっぷり食べたので。キャメラマンありがとう。
クロバットはね、幼稚園の頃にねやってたの。機械体操をずっとやってたから。たっちゃんありがとう、ヨヤもありがとう。モリョさん、すいてんだよね、これでも。でも私が髪の毛を下ろすことが多いの。基本下ろしてるから、多分それで多く見えるんですけど。そう。葵ちゃんもそう、多いって言ってね、三つ編みだったんだよ最初は。ライブすると多くなっちゃうから。お肉さんもありがとうね。こんばんは。牛タン食べたよ。ネギシめっちゃ好きなんだよね。あの麦飯おかわりできるから。あと私とろろがすごい好きで、そうだからよく食べてます。牛タン大好き。最近結構牛タンを食べに行ってるかも。イグザルトの散歩はねマジで早く歩けんの。わかる。厚切り派だね。厚切り牛タン最高だね。レイヤーめっちゃありました。え、かわいい。送って写真。トロロやばいよね。なんかこれアリスとネギシ行ったんですけど、さっきなんかネギシトロロを、私は来た瞬間にトロロ全部かけるんですよ。トロロをねご飯にバーって全部かけるの。そアリスが、え、全部かけんのってなって、うん、トロロ好きだから私全部かけるんだよねって言ったら、なんかアリスが、なんかアリスは白飯でも食べたいっぽくて、白飯オンリーでも食べたいっぽくて、なんかそのご飯の一口を取って、トロロの方にボトンって入れたので、え、そっち入れんの、え、そっちを入れんの、そう、つけ麺みたいになって、つけご飯みたいな、そっち入れんのみたいな。なんかトロロちょっと取ってご飯にこうかけて一口サイズで食べるとかじゃないんだって言ったら、うん、白飯だけでも食べたいからって言うから、あ、そうなんだ、そういうスタイルもあるんだなと思って。そう、私は全部入れちゃうから、もう、そう、ネギシも好きだし、キスケ、牛タンキスケだっけ、もうよく行きますね。で焼肉も最近ね、週3ぐらいで焼肉行ってたので、牛タンもめっちゃ食べてたし。ティッちゃん、ティッちゃんありがとう。そう、なんかね、焼肉食べる機会が多くて。なんか。アリスちゃん白飯っていうね。なんか焼肉、え、なんかプライベートで行くこともあるんだけど、まあいろいろそのもろもろといろんな、あの、終わったからいろいろね、デビューとかのおめでとうとかそういうのがこういろいろ重なりに重なって、だいたいお祝いが焼肉になってしまってるので、あの、すべてのお祝いに焼肉を食べております。食べ過ぎなんです。そうなの。なのに今日もネギシ食べちゃった。ありがとうね、優しい。みんな
じゃあしゃぶしゃぶも好きなの、明日はしゃぶしゃぶにしようかな、夜ご飯え、明日の夜ご飯しゃぶしゃぶよくない？どう？え、しゃぶしゃぶいっちゃうかな。え、しゃぶしゃぶいっちゃうかな。いやでもサイン会終わってからしゃぶしゃぶいったら結構夜になるよね。お肉最高、イエーイ。お肉お肉、あれ29日じゃないのか、まだそっかそっか。ゴールデンごめん、全然しゃぶしゃぶとか行かなかったらお腹いっぱいかもしれない。昼ご飯とか食べてたらもうごめん、有言実行できなくてごめんね。めっちゃ名前で得してる人お肉さん、ニューイヤーありがとう。最後の分は9時15分までです。6時半ぐらいから9時15分までなのでてかねね、聞いて聞いて、みんなみんなみんな、私たくさん新しい靴を買ったんですけど、なんかそれを今日なんかそれをお話し会で買ったんだよねみたいな、ね、ジョーダン買ったんだよねみたいな話をしたんですよあれスニーカー部の皆さんいらっしゃらない、もしかして。なんかダンクしか持ってなかったんだけど、ジョーダン買いまして、写真をね、いつか履いた写真を全然載っけたいんですけど、いるやんエアジョーダン1のエレベートハイっていうやつの厚底なんだけど、エレベートハイね、厚底なんだけど、エレベートハイのね色がね、なんて言えばいいんだろう、難しいね、ブラウンとグレーとホワイトみたいな感じのエレベートハイを買いました。あと去年も買いそびれたんですけど、これは去年欲しかったんだけど、去年買おうとしたらもう大人気すぎて売り切れたんだけど、アグのショートブーツみたいなのがあるんだけど、ブラウンのショートブーツ、厚底のねアグのブーツがあるんだけど、それをもう買いました。今年夏だけど買いました。もうみんなに取られちゃう前に買ったんだからね。でなんかそう、スニーカー部の皆さんに何を買ったのか教えてくれっていう風にツイッターでたくさんいただきましたので、そう、新作です、ニューです、エレベートハイのあの色。でパンダのねダンクをずっと履いてたからとか、私今靴ここにあるんですけど靴ここにあるんですけど、こちらの靴をずっと履いてたんですよで靴すぐ出てくるのって感じなんですけど、ごめんなさいね、靴ここにあって、これね、この靴をずっと履いてたの、これがダンクとかをずっと愛用してたんですけど、新しいエアジョーダンを買いました。ありがとうございます。すいません、今この靴だけずっと今室内にあるんで、ちょっとそこにあるんですけど、ごめんなさいなんで急に出てくんの靴。スニーカー部にぜひ皆さん入ってください。え、冗談、本当にアグね、アグもね本当にすぐ売り切れるの。玄関じゃないですごめんなさい、靴足のサイズ23です。これは何なんだろう、これ何センチなんだろう。 UK2.5、 これはね可愛いですよ、めちゃくちゃ厚底だし、これ超可愛い、あんまかぶんない。スニーカー部いないんですよ、メンバーに。
なんかあのスニーカー部がいないのでメンバーで誰かスニーカー部入ってくれる方いますかっていうのを他のメンバーの配信でぜひ聞いてください。バンズは持ってた。ダンスするときにバンズで踊ってた時はあったんだけど、赤のねバンズで、けど私の足の形が本当にすごく難しくて、結構ダボっとしたズボンにバンズとかだったらとてもあのいい感じに編んでるんですけど、あの短パンで靴下でバンズとかだと私の足の形がとてもあの複雑で、そうそう、こういう靴の方がとても自分には似合いやすいかなって思う。何話してるの私ずっと。ぜひあのリコファミスニーカー部、いやリコファミだとリコのことを好きな方限定になっちゃって、靴を好きな方がいるからあのニアジョイスニーカー部ニアジョイスニーカー部に皆さんを あとすいません、香水を新調しまして、香水新しくしました。っていう感じで私はもうそろ終わりたいと思います配信を。すいません香水結構変えたんだよね。シトロンも使ってるよ。シトロンも持ってるんだけど、香水もちょっと変えたので、そう終わりにするね配信を。急、すべてが急に、私の配信ですべてが急で終わるからびっくりしちゃう。大輝ありがとう。お、わあ、ジェフさん、びっくりした。わあ、ありがとう。すごい。ジェフさん、ちょっとジェフさんいらっしゃる？明日のサイン会もよろしくね。だってありがとうジェフさん、嬉しい。明日のサイン会こちらこそよろしくお願いします。楽しみにしてますね。ありがとう。こんな私なんてありがとうしか言えない立場の人間なのに、私にタワーなんてくださってありがとうございます。嬉しい。明日よろしくねジェフさん。今日のお礼も明日もまた言わせてもらうね。ありがとうジェフさん、ありがとう。それでは私も配信終わろうかなと思います。ありがとうね。じゃあちょっとだけ2枚ぐらいだけ、ありがとう。じゃあちょっと誕生読みます。13位たっちゃん、ありがとう。12位弟子、ありがとう。11位羽田さん、ありがとう。10位ゆうや、ありがとう。9位大輝、ありがとう。8位やがみのり、ありがとう。7位ティーチャー、ありがとう。6位キャメラマン、ありがとう。5位チキ、ありがとう。4位ハチビー、ありがとう。3位ミコ、ありがとう。2位アリさん、ありがとう。ありがとうね。で1位ジェフさん、ありがとう。
タワーもありがとうございます。ジェフさん嬉しい、ありがとねみんな。あ、ラジオもぜひ聞いてください。サイン会も多分当日まで受付あるので待ってます。ラストリミスとかの、ありがとう。おやすみねみんな、バイバイ、おやすみなさい、バイバーイ。